デハビランド・ジャイロン・ジュニア・デハビランド航空博物館は1950年代にデハビランド社が開発した軍用ターボジェットエンジンで後にはブリストルシドレーで製造された。ジャイロン・ジュニアはデハビランド・ジャイロンの縮小版である。ジャイロンよりは多少多く生産されたに過ぎないが海軍の総発攻撃機であるブラックバーンバッカニア S1 用のエンジンとして量産された。しかしながら 成功したとは言いがたく、アンダーパワーを指摘され、バッカニア S2 では、より強力なロールスロイススペーが採用された。アフターバーナー付きのジャイロンジュニアはまた、マッハ2級の総発超音速実験機である、ブリストル188にも採用された。ロールスロイスエーボンも考慮されたが、実際には、ジャイロンジュニアのみが使用された。計画は失敗とは言えないものの満足すべきものでは、 なく、予定した高速高音試験を実施することなく、早期に中止された。問題は、ジャイロンジュニアの燃料消費量であった。マッハ2に到達することはできたものの、燃料消費率が悪すぎて、長時間の飛行ができず、予定していた超音速機における長期サーマルソーキングの試験は、実施できなかった。しかし、ジャイロンジュニアのために構成を期すならば、 同時期の他のエンジンを用いた場合でも、より良好な結果を出せたかは不明である。ジャイロンジュニアは現在、デファビランド航空博物館に展示されている。使用初言コンポーネント性能。ありがとうございます。